はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、油の話ですね。本日しばらく油の話させていただければと思います。今日はですね、やっぱ油の話をすることにおいてですね、やっぱ一番大事な話させていただきます。はい、まあ、絶対にとってはいけない最悪な油についてお話しさせていただければと思います。油っていうのは、まあ、脂質ですよね。脂質、炭水化物、タンパク質、三大栄養素の中の脂質なので、すごく重要な栄養素なんですけども、油っていうのはとても必要なものです。体においてエネルギー源っていうことは皆さんご存知かと思いますけど、脂質っていうのは実は体の細胞ですね。体っていうのは細胞、60兆個の細胞で体っていうのはできてるんですけど、細胞の膜ですね、細胞膜を作っているのは脂質なんですね。なので、いい油を取る、悪い油を取ることによって細胞の膜の機能っていうのがですね、左右されるわけです。それによって悪いものを出したり、いいものを取り入れたりっていう細胞膜の機能が落っこちていくわけですから、まあ、体の機能がもう落ちていくわけですね。それが落ちていけば病気になったりとかですね、そういったことにつながっていくわけです。はい、なので脂質、本当に大事です。で、そこで体を壊してしまう、病気にしてしまう最悪の油っていうのがトランス脂肪酸です。トランス脂肪酸、トランス脂肪酸、聞かれたことある方いらっしゃるかと思うんですけれども、トランス脂肪酸っていうのはですね、まあ、簡単に言うと植物性の油に対してですね、まあ、大豆油とかコーン油とか菜種油とか植物性の油に水素、植物油に水素ですね、水素を添加した、くっつけたものなんですね。はい、それによって何が起こるかというと、酸化しづらくなるんですね。酸化しづらい油になります。油っていうのは酸化するとですね、使えなくなるので、酸化しない油っていうのはとても都合がいいんですね。はい、なので保存がすごく効くようになるんですよ、トランス脂肪酸っていうのは。はい、まあ、傷まない、カビが生えたりとかですね、腐ったりしないんですね。はい、それがですね、すごく加工に便利なんですね。例えばですね、本当に加工食品ですよね、コンビニで売ってるパンだったりとか、いろんなお惣菜の揚げ物だったりとか、そういったものに腐らなかったりカビが生えないので、長期間保管ができるじゃないですか。かつですね、作り置きができるので、安く済むんですね。費用が安く済むということで、まあ、本当にビジネスにおいてすごくですね、大きなこう発見というか発明だったわけですね、トランス脂肪酸っていうのは。でもですね、ここで問題が起こります。トランス脂肪酸っていうのはですね、水素添加することによって、まあ、人間の体には存在しない形になってしまったんですね。簡単に言うとそうです。で、プラスチックのこう分子整列と似ているっていうふうに、まあ、プラスチックの油だっていうふうに言われたりしているんですけども、要はですね、体の中で存在しないようなものですから、体は拒否反応を起こすんですね。拒否反応を起こすというか、分解できないんですよ。体の中で分解できないですから、分解できないことによってエネルギーに使ったりすることもしづらいんですね。はい、体の中のですね、酵素っていうものがですね、分解していくんですけども、酵素をたくさん消費して他のところにですね、そういった機能、悪いものを出したりとかですね、他のものを分解したりすることができなくなるんですね。それによって本当は出さなくちゃいけないものを出せなかったりすることによって、体が病気になったりとかですね、本当は出さなきゃいけないものを出せないので、要はアレルギーですよね、アレルギーになったりとか、体の中にですね、分解されないので蓄積されてしまうので、それがですね、まあ、中性脂肪にとして溜まってしまってですね、肥満の原因になったりとか、心臓病の原因になったりとか、あらゆる病気の原因になってしまうっていうのがトランス脂肪酸なんですね。はい、で、油っていうのはですね、頭ですね、脳みそっていうのは 60% が油なんですね。トランス脂肪酸を取ってですね、そういったものが
脳みそのですね、油として蓄積されたらどういうことが起こるかというと、認知症だったりアルツハイマー病っていうところになっていく。まあ本当にいろいろなですね、害が出ていく油なんですね。はい。そこでですね、トランス脂肪酸っていうのは実はですね、まあ欧米諸国、アメリカだったりヨーロッパっていうのは表示義務っていうのがですね、存在します。で、これ以上、このくらい、この原料にこのくらい以上はトランス脂肪酸を入れちゃいけませんよっていう決まりが外国ではあります。韓国とか台湾でもあるんですね。表示義務もあります、もちろん。それによって一応上限が決まっていますし、アメリカはですね、実は2018年までにトランス脂肪酸っていうのは全廃する、なくすっていうふうに発表しているんですね。はい、そこで日本はどうかというとですね、表示義務もなければ、はい、トランス脂肪酸の制限、使用の制限さえもないんですね。なぜかというと、やはりビジネスですね。お金儲けに使えるからです。はい、それでじゃあ、そんなのは日本のこう会社が悪いとか政府が悪いっていうふうに言うんではなくって、やはり正しい知識を持っていただいて、トランス脂肪酸をできるだけ入れないっていう努力をしていただきたいんです。で、そこでトランス脂肪酸っていうのは、実際商品名というか実際私たちの生活で何かっていうと、マーガリンですね。マーガリン。はい。マーガリンっていうのは植物性だから体にいいっていう、まあ、コマーシャルがありますけども、はっきり言って、まあ、嘘というかですね、まあ、嘘もいいところですよね。トランス脂肪酸です。はい。マーガリンは、取ってはいけない最悪な油です。体の中で蓄積されて拒否反応が起こってですね、体のその細胞膜ですよね、細胞膜にトランス脂肪酸が原料として使われることによって、体の機能がですね、うまくいかないことになります。まあ、病気になってしまったりとか、本当に肥満の原因になったりとかですね、先ほどの脳みそ、脳の方の障害だったりとか、はい、子どもの発育にももちろん関係してきます。子どもの脳を作っているのがトランス脂肪酸だったらどうなるかっていうことですね。はい、あとはですね、先ほど お伝えしたように悪いものを出さなくちゃいけないのに、トランス脂肪酸に対してですね、酵素っていうのはですね、力を使い続けますから、本当はアレルギー、花粉症だったりアトピーだったり、そういうアレルゲンを外に出したいのに、トランス脂肪酸に力を使っちゃいますから、アレルギー症状が出てしまったりするのもトランス脂肪酸が原因だっていうふうに言われています。はい、皆さん取りすぎなんですね。トランス脂肪酸ゼロにするのは確かに難しいかもしれません。でもできるだけ取らないこと。マーガリンの他にショートニングだったり、植物油脂ですね。こういうふうにですね、名前を変えてですね、分かりづらいかと思うんですけど、全部トランス脂肪酸です。裏を見る癖をやっぱりつけていただきたいんですけど、はっきり言ってですね、コンビニで売ってるもの、ほぼほぼすべて、植物油脂、ショートニング、マーガリン、入っています。残念ながら。なのでですね、できるだけ取らないこと、できればやはりゼロがいいですけども、トランス脂肪酸っていうのは、本当にですね、体に悪いものですね。日本では野放し状態ですけども、欧米諸国、韓国でもですね、台湾でもですね、外国では制限があるにもかかわらず、日本は野放し状態です。やはり自分の身は自分で守るっていう自覚を持っていただいてですね、トランス脂肪酸っていうのは本当に最悪な油ですから、マーガリンっていうのは使わない。植物油脂、ショートニングっていうものが入っているものは取らないということで、それでしたらバターの方がよっぽどいいです。はい、バターの方がよっぽどいいです。昨日お話したココナッツオイルの方がいいですよね。はい、そういったお話をですね、本日させていただいて、トランス脂肪酸っていうのはですね、本当にですね、諸悪の根源というかですね、体を病気にさせる油の代表的な最悪の油になりますので、できるだけ取らないようにしていただければと思います。はい、まあ、トランス脂肪酸だったりとかですね、こういった油ですねについて質問等あればですね、下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひご質問ください。無料でお答えいたします。またですね、まあ、油の話ちょっとこれから何回かに分けてしていきたいと思うんですけども、はい、こういった
有益な情報を日々配信しておりますので、見逃しないようにですね、チャンネル登録していただければと思います。はい、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。